はい、どうもこんにちは、鈴木さとしです。今回は音楽制作環境紹介ということで、ちょっとこの辺にも今ちらっと映ってますけど、このスピーカーとかそういう関係の音楽制作に使っている機材をざっと紹介していきたいと思います。実際自分で制作をしない人にとってはなんだかよくわからない機会も多かったりすると思うんで、その辺もちょっと簡単にお話ししながら一つ一つ見ていければと思います。ではあまり前置きをしてもしょうがないんで、早速ちょっと視点を変えて実際にいろいろ見ていきましょう。はい、ということでちょっと見ていきます。まずこれがオーディオインターフェースってやつですね。マイクとか、あとギターのシールド、これですね。だから入ってきたアナログの音声をデジタルに変換してパソコンに取り込むための機械です。これ10万ちょっとするやつで、給付金をつぎ込んで2ヶ月ぐらい前に買いました。すごくいいです。これでアルバム制作を絶賛やってます。アンテロップオーディオのディスクリート4という機種ですね。ディスクリート4、これモニタースピーカーというやつです。右左で2台あります。モニタースピーカー、アダムオーディオの A3X というやつです。スピーカーはミックスマスタリングするときに聞くために使うスピーカーですね。あとパソコンで鳴らして音も出せるので、リスニング的にも使ったりしてます。すごいちょっとザラーとした感じで音がグッと前に出てくるスピーカーで気に入ってます。ヘッドホンですね。これモニターヘッドホンってやつです。スピーカーと同じく曲作りするときに確認する、聞きながら使うためのヘッドホンです。これはアーカーゲイの K701 っていうヘッドホンです。もともと今後で出てきますけども、でソニーの定番のヘッドホン1個しか持ってなかったんですけども、もう一つ作ったらヘッドホンが2個ないで非常に不便な状況になっちゃったんで、もう1個欲しいということで思い切って買ったやつです。これも最近ミックスで非常に使ってます。いいヘッドホンです。全然関係ないんですけど、この辺スライドバー並んでます。右からガラスで、真ん中がステンレスでいいのかな、次が陶器製。ちょっとね、全然なんかこれ DTM 制作関係の機材とあまり関係ないんですけど、ついでに喋っちゃうんですけど、ちょっとね、これ全部既製品で買ったやつなんですけど、これとこれがこういう感じで、ちょっと太すぎてダボダボしてちょっと使いにくいんですよね。これが割とジャストフィットな感じで使いやすいです。ガラス製のやつでジャストフィットのやつが欲しいんですけど、なかなかでかいやつばっかりなんで、ボトルを買って自作でもそのうちしてみようかななんて考えてたりします。はい、全然関係ないスライドバーでした。でこっちキーボードですね。ミディキーボード的に使ってまして、これでコードを打ち込んだりとか、弾きながらリフ作ったりとかいろいろやってます。はい、これベースですね。フェンダーのプレシドンベースです。防音室を作ったというのもあり、部屋のスペースが全然なくて常にここに出しっぱです。出しっぱの方がちょっとした時にすぐ手に持って弾けたりするんで、そういう意味でも出しっぱがいいかなと思ってます。はい、この辺ギターケースがありますね。じゃあちょっと防音室の中に置いてあるものの方に行きます。その前にこれですね。これ1個目のマイク、コンデンサーマイク、オーディオテクニカの AT2020 というやつです。さっきまで動画の音声収録用に使ってました。これ一番最初に買ったコンデンサーマイクです。はい、防音室の中に来ました。アコギが常に置いてあります。アコギの生音は防音室の中じゃないと弾けないんでね。はい、でダイナミックマイク、シュアーの SM58 ゴッパーって言われる超定番のマイクです。デモでボーカル入れる時とか、あとダイナミックマイクでレコーディングしたいやつとかの時に使ってます。本当は57を買った方が良かったかなとちょっと後悔したりしてるんですが、もちろんいいマイクです。これも今メインで使ってるコンデンサーマイクで、アンテロポオーディオのエッジソロというやつです。はい、さっき出てきたオーディオインターフェースのキャンペーンでおまけでついてきたやつで、このマイクがついてくるっていうのもあってかなりお得だったんで、さっきのオーディオインターフェースを選んだというのもあるんですけど、これすごいいいマイクです。素の音のままでもすごいクリアに撮れますし、あとモデリングといっていろんなマイクの特性にこう変化させて使うこともできたりで、すごい気に入ってます。これで今アルバムのボーカルレコーディングを進めてます。はい、でこれもう一個のモニターヘッドホン、 MDR-CD900ST というド定番なモニターヘッドホンです。 DTM を始めた当初から使ってるヘッドホンで、2年ぐらい経ちますけどまだ全然使えてます。ちょっとパッドは交換してますこれ。はい、で制作に使ってるメインのパソコンですね。ダイナブックってやつです。2015年に買ったやつなんでだいぶ年季が入ってるんですけど、まだまだ最近 SSD に換装したりしたんで全然快適に使えてます。ミックスも書くようになったりすると結構きついところもあるんですけど、全然とりあえずは使えてます。はい、という感じです。
あとスライドバーと同じく、ちょっとこれもついでなんですけど、 PCM レコーダーというやつで、高音質で取れるちっちゃめのレコーダーなんですけども、曲の中で使う効果音とか取るときにこれを使ってます。ちっちゃいんでね、外に持ち運んでいって録音するときに非常に便利です。外にね、大きいマイクを持ってたりするのは無理ですし、電源供給とかもいろいろ問題があったりするんで、こういうレコーダーでいろいろ録音をしています。はいはい、ということでざっと機材環境をいろいろと見てきましたが、楽しんでいただけましたでしょうか。よくわからないようなものもあったかと思うんですけども、なかなか音楽をやらない方にとっては見る機会がないようなものもあったと思うんで、まあ、そういった意味でちょっと新鮮な感じの動画になるのかなと思って撮ってみた次第です。さっきもちょっと喋ったんですけど、自作の防音室の紹介動画はまた別途作りたいと思ってますので、そちらの方もちょっと楽しみにしていただけますと幸いです。はい、ということで今回の動画の内容は以上となります。今後もこんな感じで音楽の話題を中心にいろいろと動画を作っていきますので、ぜひ気に入っていただけた方はチャンネル登録や高評価ボタンをよろしくお願いします。あと自分自身音楽活動をやってまして、別の方のチャンネルの方に曲をアップしたりしますので、少しでも興味を持っていただけた方は覗いてみていただけますと幸いです。それではまたお会いしましょう。さよなら。